こんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日はですね、今、ダボー市は GCQ 一般的なコミュニティ隔離継続中ですけれども、その出勤の間の道の様子をどうだったかというのを撮影しましたので、それについてお伝えします。もう今、学校の前に着いちゃってるんですけれども、後ほどですね、編集してお昼休みの間に上げたいと思います。はい。そして、ここ最近ですね、感染者数を出していなかったんですけども、フィリピンでも保健省がですね、検査施設を増やしてまして、そして、そのそれぞれの検査施設から上がってくる日にもそして検査にかかる日数もちょっと変わってるみたいでして、ちょっと複雑になってきたんですね。なのでちょっと様子を見て出していなかったんですが、5月31日時点での感染者数の情報が出ていますので、それについてお伝えします。ちょっとこれいろいろまたデータ増えてますけども、要は簡単に言ったら1日の新規感染者が862人ですね、増えまして、すごい大きく増えてるんですが、そして感染者の総数は5月31日の午後8時時点で 18,086 人になっています。そして回復者は新たに101人増えて、回復者の総数は3909人になっています。そして死亡者は7人増えて、死亡者の総数は957人となっています。これいろいろ書いてあるのはですね、まあ1日の新規感染者862人となっているんですが、それはですね、全国、フィリピン全国の検査施設が集まったデータを元にしたのを合わせると、まあ4日前のデータとかも入ってるらしいんですね。そしてこれ検査をした後にさらに確認というのも行っているので、まあその日に出た件数として出てるんですが、細かく内訳をすると、もう4日以上前に検査された人数で846人、そしてこの3日以内で確認されたのが16人ということで、それをまとめると862人ということですね。ちょっと複雑になっています。一方、ダバオ地域ですけども、こちらもですね、ここ数日ですごい感染者増えたんですが、5月31日時点での情報ですと、感染者新たに増えたのが3人、そして、総数は348人となっています。そして死亡者は変わらずで30人のままとなっており、回復者は新たに7人増えて、総数は145人となってますね。ダバオ市だけで感染者がすでに300人出てますね。そして回復者は127人、死亡者は25人となっています。はい。ダバオ地域も一般的なコミュニティ隔離が続いているんですが、引き続きですね、感染者が多い時は20人とか出てますので、しかもですね、移動が自由になってきているので、ダバオ市の外からダバオに入ってきたりですとか、あと OFW、海外フィリピン人労働者の方々が帰ってきたりですとかで、そういったのもあって感染者が増えているというのもあります。なので、引き続きですね、人が集まるところへの外出は避けた方がいいですね。で、これに伴って多くの方からですね、飛行機はどうなんですかっていうお話もいただいているんですけども、私は様子を今見ています。と言いますのも、以前からですね、飛行機会社は飛ばすといっても国の命令で一気に飛ばなくなって変更になったりしているので、ちょっとここで曖昧な情報を出してしまって多くの方にご迷惑をかけるのもいけないと思いますので、ある程度これならいけるだろうという情報が出ましたらまたお伝えしようと思います。実際にですね、数日前には6月1日から飛行機飛ぶってなってたんですが、案の定、まだ準備ができてないということで、6月1日に飛ぶ予定だったフライトも、全てキャンセルされてまして、現時点では今週いっぱいは飛ばないんじゃないかと、来週からになるんじゃないかという報道が出ています。まあそれもちょっとまだわからないので、ある程度確かな情報が出ましたら動画にしてお伝えしたいと思います。はい、それではこれから本日私が撮ってきた通勤の様子を車内カメラで撮影しましたので、そちらをご覧ください。うちの前の道です。検問が近くにあるためすごい混んでます。朝からすごい混んでます。すごいですね。そしてジープに中見えますでしょうか。しっかりとこういう風にビニールのシートで区切りを作っていますね。隣の客との間、そして正面も飛沫が飛ばないように中にビニールシートが、あって区切ってあります。ビニールシートで区切ってありますね。で、もともとはぎゅうぎゅうにこれ座ってたんで、もうたくさん人が乗れたんですけども、今はこの区切りによって半分ぐらいしか乗れていません。で、必ず外に出るときと、この
公共交通機関を利用するときは必ずマスクをつけるようにということになっています。ここら辺はこのジープニーという公共交通機関の乗り物の乗り場なので、このように渋滞ができて、さらにこうやって警察が外出許可証を持っているかどうか、もしくは、仕事している人は ID を持っているかどうかをチェックしているので、このように混んじゃってますね。これは普通の平日よりもだいぶ混んでます。そしてバイクもこれ検問ですね、必ずチェックされてます。今検問で ID を見せました。簡単にいいですよと通されました。そして検問抜けるといつもの平日のように、まあちょっと車減ってるはずなのでついてるはずです。いや、検問の渋滞がすごいですね。そして以前はこのようにこの時間に自転車で走ってるというのは、まあまず本当に見て1人か2人だったんですけども、最近は自転車で通う人も増えてるようです。そしてダバオ市自体も自転車を推奨していまして、自転車専用レーンを作るという計画もあるそうです。自転車専用レーンをどのようにして作ればいいかというのを今ダバオ市長が指示を出して、調査しているようです。やっぱ自転車が増えてますね。以前はこんなに自転車走ってなかったんです。ジープニーというのも以前より乗れるのが半分なので、きっと待つ時間も長いんでしょうね。なので自転車で行ける距離の人は自転車の方が早いのかもしれません、まあ、当然お金かかんないですし。なので新型コロナウイルスによって、強い規制がかかるようになり、それによってダバオ市に自転車使う人が増えたという変化が起こっています。そして自転車使う人ももちろんマスクは必須ですね。外に出る人はマスクつけていないと、捕まってしまいます。いつもはこの辺は学生がずらーっと並んでジープニーを待ってるんですけども、今学生はまだ学校に行くことがないため、道はまだ空いてる方ですね。ジープニーの中はどれもやっぱりちゃんとビニールで仕切りができてまして、これがないと走ってはいけないみたいですね。今ダバオはまだ、許可された仕事に就いている人、そして FM パスというフード&メディシンパスという食べ物もしくは薬を買いに、出ることが、できるんですけども、その許可証も番号によってまだ、奇数の人は月水金、偶数の人は火木土だけ外に出られることになっています。なので車の量はいつもよりは少ないですね。自転車がすごいですね。本当に新型コロナウイルスはダバオ市の
通勤スタイルをもう変えてしまってますね。今仕事ができる人たちも入り口で必ず手の消毒、そして体温の検査があります。警備員によって。反対車線の道は、やっぱり近くに検問がチェックポイントがあるからだと思うんですけども、ここは一日中以前に増して混んでいます。いつもはここは学校にお子さんを送っていく家庭の車で混んでたんですが、車の量は減ってるはずなんですけども、渋滞がこのようにできてしまいますね。この通りは、一日中このように朝から夕方、おそらく晩まで混んでしまってると思います。到着しました。学校やってないですね。そしてこの止まってる車はいつも見るんですが、これは学校に宿泊している医療従事者の方の車だと思います。おそらく夜勤で日中ずっとこれ止まってますね。はい、いつもここで寝ている猫ちゃんたちです。おはよう。お、うい。おおお。お、興味津々。じゃねー。はい、私の通勤の道の様子ですね。自宅から学校までの間の道を撮影しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また今後も、フィリピンやダバオの情報についてお伝えしていきますので、この動画がいいなと思われた方は高評価ボタンお願いいたします。まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。